ちょっ、こんにちは。いや、豊さん、なんだ18歳以下のワールドカップ野球なんだわないなんか世間話すのかと思いました、はい、なんと初めて日本が優勝ですよ。なあ、悲願の。これ初めてなんだ。初めてです。今まで何してた。いや、優勝できなかったそうなんです、うん、私もそれ意外だったんですけれども。本当だね、悲願の優勝ということで。マミさんやったね。やりました、初の優勝感覚。最初先行した時はなんかちょっと言われてたけどな。なんか言われるんですね、すぐ。何このちっちゃい野球すんのみたいな、はい、まあ、そういうこと言われてたけども、はい、まあ優勝ってな、うん、やっぱマミさんは高校野球でずっと見ただけのことはあるね、はい、そうです。やっぱ優勝させたっていうのはね、はい、ただちょっとと面白い記事が上がっていたのが。腹が抱えて笑えるのか。あら、いや、興味深いです。あ、そうだ、はい、全20選手中にプロに行きたいと思っているプロ志願の選手が実は6選手のみ。お、あとは少ないな。少ないですね。他の選手たちは大学に進学というふうな意向を示しているというふうに記事が出てまして。これ難しい。それなんだ、ん、誰だ行きたいの。あ、行きたいのは日本のエースとしてまず活躍した大阪桐蔭の前田投手、はいはい、それから投打二刀流の山形中央の武田選手、はい、それから霞ヶ浦の大型右腕の木村選手。あ、ピッチャーな、はい、で仙台育英の、ショート、はい、山田選手、ほうほうほう、それから、明徳義塾の寺地選手、はいはい、野手、それから履正社の、森田選手。この6名が、まあ、今回このアンダー18に入っている選手の中ではプロに行きたいって表明した選手、プロ入りを目指す選手。これね、はい、俺思うんだけど、ピッチャーは行けるんだったらプロに行った方がいい。将来的にも行きたいんだったら。これなぜかというと、やっぱね、故障しない体をやっぱプロって作らせてくれるよ、はい、で時間も与えてくれるし、うん、まあ、そこからやっぱこうピッチングを覚えていくという、うん、まあ、段階があるんだよね。で、はい、学生野球っていうのはやっぱりリーグ戦でその勝ち点制でね、まあ、最大3試合戦うんだけども、そのエース級になってくると1戦目に投げて1勝1敗だったら3戦目に投げるとか、はい、やっぱ故障のリスクは出てくるよね。負担っていう意味で、ね、負担という意味ではね、うん、だからまあプロに本当に優秀なピッチャーで行きたいんだったら高校からの方がいいのかなっていうような気がするね、うん、逆に野手は、はい、まあ大学行っても遅くはない。おお、確かにそうです。今年で言うと、うん、例えば阪神に行った中央大学の森下選手、はいはい、巨人にドラ1された浅野選手は確かに高校生と大学生で今の位置見ると、うん、っていうことになりますよ ね、まあ、そうだね。この4年間っていうのはね、うん、やっぱ野手ってでかいよ。いろんな経験もできるし社会人ともできるし、はい、で体をその間に作り上げるっていうこともできるし、うん、でそれで徐々にバッティングっていうのはこうレベルアップもできるし、だからプロってもう職業だからさ、用意どんどん入った瞬間からもう競争が始まってて、優秀な子が毎年どん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 入ってきて、もうプレッシャーとの戦いになってくるんだよね。でピッチャーってローテーションとかあって6枚の枠があったりとか7枚の枠があったりとかいろいろするじゃない。だからピッチャーはその、範疇ではないんだけど、野手ってやっぱこう辛いよね。体が全然違うもん、プロの体と高校生じゃん。でも大学の本当に鍛えた体とそれでも違うって感じるんだよ、うん、森下なんか今年1年間、まあ、ある程度出て体も変わってきてると思うんだよね、はい、だからまあそういう意味では大学行くっていうのは、まあ、ある種正解かもわからん、ね、特にやっぱ野手に関しては行った方が、その人間関係とか大人になっていく過程の中で、はい、この4年間っていうのは学生生活も含めて大きいと思うよ、うん、これ全国から大学に集まってきて、はい、やっぱ人脈を作るという意味でもすごく大きいと思うんだよね、うん、だから俺なんかも大学行っててよかったと思う、ね、中央大学、うん、原監督が大学行かないってもうそのままプロで勝負するって言うんだったら、うん、俺も無理やりでもプロに行ってたかもわかんないけど、はい、原監督が行くっていうから あいつが大学行くんだと俺も大学行くかみたいな、そんな感覚だったから。そうだったんです、ね、でもやっぱり行ってよかったと思う。豊さんの当時でやっぱり高校生でそのまま行った野手と大学から来た野手ではどうでした？昔も差はありました。やっぱりやっぱあるよな。やっぱ高校からすぐ出れるっていうことはなかなかないよね。出てたのが弓岡、ある程度早く出てきて、はい、で清少の小久保、うん、小久保だったらなくなっちゃったんだよね現役時代に、はい、南海のショートやってたけど、うん、とか
まあ、そのぐらいかな。山崎隆三とかもそのままプロ行ったけど、はい、でも大学行った当時の仲間っていうのは、うん、まあ、俺であり原であり大石であり大石大二郎さん、うん、とか、はい、まあ、結構いたよ。まあ、1個上には岡田さんとかもいたし、はい、だから行っても全然遅くはないんだよね、大学から入っても、うん、だから大学生活、うん、もうこれはまた楽しいしな楽しいし、はい、やっぱこう今思い浮かべると大学の4年間って苦しい時期もあったけども、うん、なんかすごく大人として成長させてくれたなっていろんな経験ができる、あの日米野球に選ばれたりだとか、うん、はい、まあ、そういうことで学校を超えて友達もできるし、うん、まあ、原監督とも2年連続ね日米野球で一緒だったしみたいな、だからそういうことで人脈とかもできてくるしね、はい、まあ、岡田監督も可愛がってくれるようになったのは日米野球で一緒になって、はい、同じ部屋子で、あ、そうか、そうそう、お母さん帰ってこんなとか思いながら待ってたっていう記憶もあるし、はい、だからまあそういうので仲良くなったとか、うん、まあ、いろいろ可愛がってくれたりだとか、はい、だからそういうのはあったね。あるんですね。で、このアンダー18の中で他の13人はまあ大学に進学する予定だということで、はいはい、慶応のあの、ね、爽やかなプリンス、はい、丸田選手はもちろん慶応大学への内部進学、ミスター慶応ボーイだよね。そうですね。それで外出るってことはないですもんね。絶対ないです。プロに行くこともないなと思ってそのまま上がるんじゃないかなと思ってたんですが、はい、でこれ面白い記事なんですけど、意外なのは、はい、東都大学リーグの中央大学の人気が高いことですとアマチュア球界の関係者が語ると、保守の、浜松開誠館の、これは新妻投手ですね、はい、それから共にその外野手の仙台育英の橋本選手、はい、それから沖縄尚学の知花選手の3人に加え、プエルトリコ戦で参考記録ながら5回完全試合達成した東恩納、はい、投手、沖縄尚学も中央大学進学の可能性があるということで、やっぱりその中大の OB の DeNA の牧選手が侍ジャパン入りしたり、まあ、活躍したりしてるっていうところも中央大学の評価がいいいらっしゃいいらっしゃい、牧選手すごいですね、やっぱデスター社は。いやいや、その森下もそうだと思うよ。ああ、キャッチャー西武の子が、はい、のもいいし、うん、磯畑も頑張ってるし、うん、ね、多いですね、多いよ、中央多いよ、頑張ってるね最近。そうですよね、うん、ここにも中央いるから、そうですよね、あのね、中央行くと伸びしろ持って卒業できるというか。何ですかそれ。緩いんだ。あ、緩いどういうこと。もうね、ガチガチに鍛えられるともうそこでいっぱいになっちゃって、うん、伸びしろなくなっちゃうかもわかんないけど、うん、もう来なさい中央に。伸び伸びとできるってことですか。伸び伸びとできる。で今清水っていうのもすごく人のいいね、はい、監督なんだけど、うん、今回松山で開幕戦をねするということで、はい、俺と真中でトークショーを盛り上げるために、うん、まあ、やったんだけど、それ行く前に、はい、わざわざ監督が電話してきてくれて、伊藤さん、あの東都大学のために行ってくれるんですよね、ありがとうございますってわざわざ連絡くれて、はい、まあ、しっかりしてんなって言ったら、いやいや、まあ、そのぐらいのことしかできませんけどみたいな、うん、まあ、ものすごく謙虚でいい監督なんだよ、うん、だから本当に行くとね、個性もちゃんとしっかり伸ばしてくれるし、うん、まあ、いいと思うよ。あ、そうですね。うるさい先輩もいないし、ニコニコして森下みたいにほわーんとした、ほわーんとした森下みたいにね。いや、でも中央大学でね、やっぱ出て活躍してる選手が多いので、中大が人気になるっていうのは分かります。やっぱね、プロに入ってさらに伸びてるよ、うん、すごくね。だからそういう意味ではいい大学かも。で、学校もしっかりしてるしな。そうですね、きちんとやっぱりしてますしね、うん、なんかバッターはあれですか、とにかく飛ばすこと飛ばすこと。俺らの時はね、うん、もうとにかくパチンと打てみたいな、飛ばせみたいなヒット打っても喜ばないって怒られるって、そんなもんで喜んでんじゃねえよみたいな宮井さんがね、はい、言われたけど、そういう教えも継承してるんだろうね、うん、まあ、しっかりした形で打てばボールも飛ぶし、はい、ボールが飛ぶっていうことは打球もそれなりの速さを持たなきゃいけない、うん、芯も捉えていかなきゃいけない、そういう意味ではその内野を抜けるだけでも速さを保つとか、うん、打球のね、はい、まあ、そういうことはしっかり教えてるのかなという感じはするけどね。お、守備がいいからな。守備はうるさいこと言わない。守備はうるさいこと言わないんですか。言わない。そうなんですか。守れたらいいんだよ取って投げた
からそこら辺もしっかりしてくるようになってくると、まあ清水だからやってると思うけどね、監督はね、はい、やってくれてるとは思うけども、うん、まあ、とりあえずバッティングの大学だ。バッティングのだの中央ですね。いやだって俺ら日本選手権出た時に神宮でフリーバッティングの練習してるじゃない、他校がびっくりしてたもんね、うん、え、これプロかみたいな。いや、そのぐらいみんな飛んでたから。あ、そうなんですね。ああ、まあ、熊野さんっていうのが阪急に行ったんだけど、はい、この人もやっぱちっちゃいけど飛んでたんだよ。で俺も飛んでたし、はい、で小川さんだろ、あ、ヤクルトの、はい、とかね、本当にね、飛ばす人が多かったよ。パチンって打てくんのやなみたいな言われながらいやだからその伝統が牧選手も、まあ、多分あると思う、ね、森下選手もそうですね、まあ、みんな思い切りいいでしょ、はい、もうこんなね、もう三振したって平気だから。確かに守備もポロッとしたね平気じゃねえよ。いやだけど牧選手を今想像しちゃって、まあそうだ、ね、だから一番人気が中大で、さらに中大に次ぐ人気が東京六大学の早稲田です。早稲田大学ということで、仙台育英の高橋投手で、バッテリー組んでた、はい、尾形捕手、それから右ピッチャーの日大の安田投手、この3人の進学が内定していると。これはね、小宮山がいるでしょ。あ、江本ロッテのですか、はい、監督で、はい、これはね、教え方うまいよ絶対。ピッチャー育てるよあそこは。あ、それはね、正解。あ、じゃあピッチャー行って正解ですか。正解。それに伴ってバッテリー、キャッチャーもちゃんとしっかり教えるから。正解、うん、正解。そうなんですね。あ、それは小宮山の理論とか、はい、そのピッチング、ピッチャーとしての能力って高いし、考え方も、うん、まあ、そこに行くっていうのは正解。そうなんだ。その、ね、昔で言うと、もちろん岡田監督が早稲田大学はじめ、あと鳥谷さんもそうでしたし、多いですよね早稲田の方って。今はピッチャー行くという。今ピッチャーなんですね、うん、あのね、一時期ね、中央も高橋義政さんっていうピッチャーの人が監督やったんだけど、はい、その時に沢村とか三馬とか、うん、鍵谷とか、はい、ああいうのが育ってんだよ。あ、やっぱね、プロの指導者がそこに専門家でいるっていうのは、はい、やっぱそれなりに伸びる、うん、ああ、そうなんですね。それ調べた方がいいですね。清水は人がいいから人が愛されキャラ作るから人で、だから牧とかも愛されキャラだし、森下もそうでしょ。磯端もちょこ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 してさ、うん、で古賀がまた人がいいんだよね、キャッチャーの。いいキャラ作りですか。そうだからね、すごくいいよ。だ、監督の個性によってやっぱ変わってくるんですね。あ、じゃあいいですね、早稲田のこの3名、ね、進学内定の方。それから大会 MVP を獲得するなど大活躍した横浜の岡田選手は、横浜のね、はい、横浜、はいはい、国学院大学に進学予定というところで、うん、正解。え、正解。これね、国学院はね、はい、優秀な内野手がいるんだよ。あ、そうなんですね。結構あの守備のうまいやつが多いんだよ。まあ代表的なのが DeNA の柴田とはいるんだけど、あれは国学院で、はい、やっぱね、そういう話をたどっていくとね、国学院に本当内野を育てるのがうまい人がいるらしいんだよ。一回対談したいと思ってるんだけど。あ、そうなんですね。俺も教えてもらいたいと思ってて。宇田川さんも。いやいや、どうやったらやっぱああいう子供たちを指導してうまくさせていってんのかっていうのをちょっと知りたいと思う、興味がある人がいるんだよ、はい、だから尾形なんかはやっぱもっと守備よく磨いてくるとプロにも通用するだろうし、はい、だからそれは正解だと思う。あ、そうなんですね、うん、国学院はじゃあ内野の守備が本当にいいんです ね、まあ、ね、で内野の守備が、うん、まあ、あんまり得意じゃないなっていうやつは中央あ、そうですね、伸び伸びやらせてあげて、伸び伸び遠くまで打ってっていうことですね。で、ピッチャーだったらやっぱ早稲田、小宮山がいるからな。そうですよね。で、主将の広陵の小林選手は、はい、東京六大学の立教大学への進学が噂されているということで、まあ、立教は特徴ってあるんですかね。いや、それはあんまり分かんないけど、長嶋さんって言う時に、あ、そうですね、一茂さんってなんかもうご飯ご馳走してくださいみたいな言ってたら、お、来いみたいなやってくれる。そっか、立教のね、先輩後輩っていうのがありますもんね。あとは、うん、投手の、中山投手、智弁学園、はい、東洋大学に進学するらしい。東洋も結構いいピッチャー出してるからな、うん、だからあそこら辺の、ね、村上頌樹投手、智弁学園から東洋大、まあ、ルートがね、ちょっとあるのかもしれない。狙ってくるね、そういうところはね。そうですね。あと、あの大垣日大の選手は地元の岐阜協立大学を希望しているということで、
でも、ね、こう見るとやっぱり大学進学の選手の方が今やっぱり多いというか、慌ててないし、うん、大学で活躍した方が価値観が上がるんだよね。高校はドラフト1、大学ドラフト1、うん、なってくると大学のドラフト1の方がなんか価値が高いという。あ、そういうのがあるんですね。いや、抜群の素質がないと、うん、ドラフト1にはならないけども、うん、でもすぐ使えるかっていうとさ、やっぱ高校のドラフト1より大学ドラフト1の方が顕著に出たのは浅野と森下だよな。そこですよね、うん、やっぱ体の違いというか、いいものをたくさん見てるというか、森下アマチュア時代にね、はい、だからレベル的にも上がっていくよね、大学の方がね。うん、そう、あとはそのプロ側もドラフトで取るときに、例えばやっぱり大学生とか社会人の人を多く取る傾向にあるとか、そういう傾向は出てるんですかね。例えば、まあ、それよりはやっぱり高校から行くのが不人気になったんじゃないの。大学にやっぱりワンクッション行ってもいいだろうみたいな、そんな4年間は慌てないというかさ、うん、まあ、どうせクビになるんだったら、ね、大学出てた方が潰しが効くみたいな。あ、それはもちろんあると思います。あるよね、うん、まあ、それと人脈もね、大学行けば全国に広がるからね、はい、だから、まあ、そういうこともあるのかなとは思うけどね。そうですね、いやだからなんか昔と今でちょっと傾向が変わってきてるなっていうのも面白かったですし、まあ、そうだな、人気の大学っていうのも変わってきてるのかなって。なんでか、昔から中央人気だったよ。意外にも意外にもじゃねえよ。どこの記事が書いたんだもん。アマの関係者。それは正解かもわからない。でも昔豊さんの時って大学で一番人気ってやっぱり六大学だよ。ああ、そりゃそうだよ、六大学だ。まあ明治もそうだしとか、その後は東都あたり、あ、まあ中央大学、中央とか、まあ、そういう。でも関西に目を移すとやっぱ同志社とか立命とか、関西学院とか、はい、まあ、ああいうところがやっぱり人気があって、東北だと東北福祉大とか、まあ、今もそうですけど、これはね、俺が出てからかな、大学をちょこちょ こう選手をこう取り出して、うん、こう有名になっていったと、うん、今も地方にこう広がってるけどね、いろんな大学に優秀な選手がこう集まって、うん、だから珍しいところからドラフトかかったなって言っても、うん、この人も出身ですよみたいな、うん、そういうのが出てくるし、ただやっぱりこう中央球界に身を置いた方がいろんな経験はできるよね、まあ、試合だったりとか、試合だったり社会人とやったり練習試合をやったりだとか、ドラフト候補生と一緒にこう試合ができたりだとか、社会人のね、社会人というのは大体即戦力でいくから、大体その力量が分かったりだとか、まあそういうのはあったな。そうなんですね。いやー、なんか面白いなっていうこの傾向を見ていて思いました。でも俺は思うけど、大学行っててよかったよ、うん、いろんな勉強ができたって、こう机に座ってる勉強じゃなくて、うん、やっぱこう先輩との接し方も、二十歳を超えると大人という扱いや酒も飲めてって、うん、だけど俺らはまだそういうことはできないような状況で、酒も飲んだりとかね、もちろんできないでしょ、はい、でそういう大人と本当にちょっと変わっていくときに、うん、やっぱ大学生活を送ってるっていうのは人として勉強になるよね。そうですね、うん、高校から入って大金もらって、何使えるんだみたいな何食ったって余っちゃってるぞみたいな、はい、俺らは食うのに困ってたから大学だけど楽しかったんだよ。ああ、大学生活そうか。あ、だから俺は大学行っててよかったなと思う。そうなんですね。まあね、今回のこのね、ドラフトにかかる選手たちだったり、また4年後にドラフトにかかる選手たち、大学進学とかいろいろまたあるとは思うんですけれども、やっぱり行った先でそこがプロであれ、大学であれ、社会人であれ、きっちりとこうね、習得していい人生を送ってほしいな。まあそうだね、うん、あとね、中央に行っててよかったって思うのは、はい、中央って毎年先輩がどこかかしらに行くんだよね、あのプロに、はい、やっぱね、後輩だって挨拶行けるというあ、そうか、やっぱそういうね、こともあるよ。あ、俺が大学から行っててみ、はい、その当時田原学園、今高川、はい、誰もいないからあ、でも先輩がそのチームのなんか中心になってたら、うん、ああ、俺の後輩だからもうちょっと可愛がってやってみたいな、そういうこともあるし、ありますよね、それは大学から入った時、太陽に中塚さんという中央のね、はい、先輩がいたんだよ、よろしくお願いします、おー、やっと来たかみたいな、うん、後輩よみたいな、うん、飯行こうぜって、うん、食うに困らないから、あ、それはもう絶対作っておくべきですね、そうそうそう、パイプは
だから今中央いいぞ全中央おすすめみんな金持ちになってるからそうですよね、はいはい、中央おすすめです、はい。